皆様、こんにちは。ユミティチャンネルです。いつも見ていただいてありがとうございます。本日、ラスベガスの天気は晴れ。最高気温41度です。本日も暑いです。暑さに負けず、今日もまた料理していきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。では、どうぞ。はい、ではまず飲み物から作っていきたいと思います。今日はライムとミントを使って爽やかな感じでいきたいと思います。まずライムを切ってコップに入れ、次はミントを入れ、そしてラムです。ラム入れました。そしてシロップ入れます。そしてこれを潰します。ライムをしっかり潰してジュースを出します。その後に炭酸水を入れます。炭酸水でスカッと爽やかな気分になります。氷を入れてこれを飲みながらお料理していきたいと思います。乾杯。今日のメニューはフィッシュタコス作っていきたいと思います。こちらのお魚はタラです。タラに塩コショウをかけて、そして粉振って小麦粉振ります。そして焼いていきます。これだけです。お魚焼いている間にお野菜切っていきます。まずはピーマン細かく切っていきます。次はトマトです。玉ねぎです。うちの旦那さんはこのレッド玉ねぎが大好きで、なぜかこだわっています。キャベツも切っていきます。タコスといったらやはりサランチョですね。こちらも切っていきます。アボカドです。こちらも忘れてはいけません。アボカド潰して塩コショウしときます。そしてコーントルティーヤを焼いていきます。両面焼いて、片面の方にチーズを乗せてちょっととろけさせます。できました。完成です。こちら先ほど焼いたお魚です。あとはお野菜をそれぞれお皿に乗せて、自分で好きなようにアレンジしてタコスを作って食べます。今日の夕食はお魚焼いただけ、あとはお野菜を切っただけという意外と簡単な料理でした。お野菜もたくさん取れて、とてもヘルシーな夕食ではないでしょうか。早速、旦那さんがもうお腹すかして早速作ってます。私が一生懸命カメラを回して撮影していましたが、旦那さんはもうそれどこじゃなくて、早く食べようと必死でした。Very, it looks oishi, very oishi. Very oishi looking food. Can't wait to try it. タコスと言ったらマルガリータですが、今日はなんとなくミントでさっぱりしたかったんで、モヒート作りました。タコスとモヒート。とても満足の夕食でした。本日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまたね。バイバイ。